巨人、アクシデント。先発予定だった菅野智之投手が腰痛のため先発を回避し、急遽代役としてドラフト4位ルーキー、又木哲平投手が1日の西武戦以来、プロ2登板目となる先発マウンドに上がり、4回途中まで投げ、5安打2失点で降板。2番手で登板した赤星雄志投手がスリーランを浴び、1点差に迫られた。又木は1回にいきなりアクシデント。先頭打者の西川春樹外野手の打球が投げ終わった左腕、又木の右肘に当たり、跳ね返って内野安打に。又木は一旦ベンチ裏に下がって治療を行い、大きな拍手に迎えられて再びマウンドに戻った。続く丸山外野手のピッチャー前バントは内野安打となりノーアウト1、2塁。送りバントでワンアウト2、3塁とピンチを迎えたが、村上内野手をレフトフライ、サンタナ外野手をショートゴロに打ち取り、無失点で切り抜けた。1回に1点の援護をもらった直後の2回、先頭の山田内野手にレフト線2塁打、オスナ内野手に死球でノーアウト1、2塁。ワンアウトから送りバントと死球で2アウト満塁と2イニング連続でピンチを背負ったが、丸山をサードライナーに仕留め、踏ん張った。2番手で赤星が登板したが、2アウト1、3塁から西川春樹外野手に右中間スタンドへ痛恨のスリーランを浴び、1点差とされた。降板した又木は、カウントを悪くし、守りのリズムを悪くしてしまったところは野手の方に申し訳なく思います。ただ、岸田さんがうまく引っ張ってくれたので途中まで粘り強く投げられましたとコメントした。赤星では勝てない。赤星も大したことないな。今日も巨人の負けだろ。赤星と門脇はもっとできると思ってたけど、今のところ期待外れだな。第1打席で村上が打っていたら、逆にリードしてたんだろうな。3点もらって、すぐさま3点献上とか。弱い、チームの典型的なお粗末野球だわ。阿部は勝負感があまりにもなさすぎる。阿部が動くと点を取られる。スリーランもひどいけど、全く当たってない村上への死球はもっとダメ。次サンタナに食らったらおしまい。結果論だけど、また貴族党でも良かったよね。よりによって西川にスリーランだからな。阿部の采配も、どうかと思うよ。下位打線でまだ失点してないんだから。最近の阿部、継投ミスが多いかな。迷い、それとも監督としての適性。